電話出れなかった、うん、もう絶縁だから。あ、絶縁。そうだよ。で、まあ印象操作に関しては俺の主観で、ね、主観で喋ってるから。で、パルも自分の主観であれ台本だと思うよって、それ印象操作になるから。違うね、ゼロワン。俺のはさ、確か、まあ、台本っていう風に言った。それは感想で言ったわけね。で、その後に俺謝ったんだよ。で、その謝ったの聞いてないじゃん俺。で、お前俺の台本っていう発言も聞いてないんじゃない、直接。いや、台本ってすごい鳩飛び交ってきて、じゃあそれ鳩を、まあ一応信じてのからのやつでしょ。じゃあ基本的には見て聞いたわけではないでしょ。うん、でも例えば一人二人だったらね、その可能性があるけど。だから実際に台本って言ったの。じゃあ台本って普通に言った。でもその後にその判断間違ってなかったじゃん。もういいわみたいなこと言われたから、怒ってるからすいませんっていうふうに謝って。うん、でもそれ俺聞いてないじゃん。01が怒った理由としてまゆちゃんに殴られていたからって、あ、それだったら怒っても仕方ないって用語も入れた。いや普段からだよ俺。知らないけど普段はね。だからパルの言う印象操作を普段からされてるから。パルは自分の主観だとしても。ちなみにこの印象操作っていうのは一番始めたのゼロワンね。え、あの、まあ、前も言ったけど、セイジとマユちゃんとゼロワンが3人いる時に100万円下ろしたって話のくだりがあったの。その時にパルがすごいから100万下ろしたっていうふうに言ってたんで。それね、元々そっから始まったのかな。3人でしゃぶしゃぶ20万買う企画だね。うん、指輪を。じゃあその過去の話出すんだったら、俺も過去にずっと印象操作されてるよ。それはさ、仲直りした後の話だから。俺のは、うん、仲直りして俺はもう何も言わないようにしてたんだよ。いや、でもいや、お前がしゃぶしゃぶの時に言い出したから。お前ってどうしたの、喧嘩越しに急に。当たり前、絶縁してるんだから。で、あと俺の印象操作ね、まあこれは俺は悪かったと思ってる。俺はね、それだって前と付き合ってる時もそうじゃん。前と付き合ってる時も結局は取り上げて自分の主観を述べるっていうのは、それ印象操作になるから。だからそこは謝った。で、謝ったって謝られてないしね、俺そもそも。俺怒ってるのが、うん、嘘をつかれての印象操作の操作をしたゼロワンが許せないの。いや、嘘じゃなくて。ここが一番俺のミソでやって。いや、嘘じゃなくて。1000万円貸してっていうふうに言われたって言ってたでしょ。うん、事実じゃん。それをその前の前後の分出した。いや、出してないよ。100万貸してってそっちから言ってるでしょ。まるで1000万貸してっていう大真面目にせなんか相談受けてるんだけどっていう言い方したでしょ。100万を貸してって送ってるの関係なく、1000万貸してっていうのは度が過ぎてるよねって話。いや、完全にギャグだって分かるでしょ。100万貸しての後の1000万返しては、うん、どんかが冗談って分かるでしょ。いや、冗談じゃない。100万貸せるわけないよね。じゃあ逆に1000万貸せるのっていうギャグの返しなのに、それをまるで本当に貸せるよみたいな、うん、なんか言ってるわけじゃん。なんか本当に言ってきたみたいな言い方のニュアンスで喋ってたし。でも実際に言ってきたじゃん、1000万貸しては。それ100万貸しての後の1000万貸してでしょ。それが初め言ってるのはゼロワンさんでしょ。それがどこに嘘があるの。じゃあまず、え、それあの自分の言ったことに対してそこを隠して、俺だけの部分に対して印象操作したこと全部出さずに、うん、それは嘘じゃないよね。嘘だよね。事実の部分隠してたってことね。うん、隠してたってことだよね。嘘じゃないよね。いや、だからまるで俺が冗談じゃないような言い方をしたから、それ嘘だよねって話。嘘だよね。嘘っていうのは偽りにない。ヘリクツは。ヘリクツじゃないよ。ヘリクツだよ。100万円貸してっていうのを出さなかったっていうのは嘘ではないからね。何を言ってるの。1000万貸してって言われたのは事実であって、100万円貸してっていうのを隠したのはこれ嘘じゃないからね。逆にむしろ100万貸しての方がリアルだけどね。それをなんで嘘って決めつけるの。もうそれはヘリクスの段階に入っちゃうよ。全くそれは嘘にならないからね。あのな、100万貸してと1000万貸して、うん、俺がね、仮に1000万貸してって単体の言葉だけで言ってるんだったら、うん、あ、こいつゴミだな、ゼロワンにお金貸して1000万も貸してって、あ、ゴミ野郎だなって思われても仕方ないけど。いや、その感情の話はわかるけど、嘘か嘘かじゃないかで、ね、
嘘か嘘じゃないかって言ったら嘘じゃないんだよ。100万円の部分の下りの部分も出して初めてようやくその分が真実として課せれるわけ。それは感情の話だって正々堂々と出せよっていう話でしょ。俺の部分だけ晒したから何言ってんだこれ嘘つきだなっていうことで。いや嘘にならないじゃん。だから事実の部分を隠して出したことが嘘だ。それ正々堂々と自分の分も出せよってことでしょ。何を言ってんだこいつは。お前が何言ってんだよ。いやいや、俺は自分が100万貸してっていう部分を隠したことが嘘にはならないからね。じゃあいいよ、それでもいいよ別に。俺はそういう考えになったから嘘だと思った。いや、それは嘘にならないよ。100万円貸したって言ってるのは事実だから。1000万貸してって言ったことは事実であって、何も嘘言ってないでしょ。いやいや、あの放送の見せ方ね。あの、ずっと1000万貸してってパルパルに言われてたんだよ。うん、これ本当だからで、ね、勝ちだからって言い方しただろ。見せ方の話は分かるけど嘘ではないよってこと。見せ方の話を言われるなら分かるけどね、うん、100万の部分も貸してっていうのを見せてようやくそれが真実として出されるわけ。だから正々堂々とやれよってことね。じゃあ俺がさ、うん、ゼロは死んでほしいんだよねって、まあ、友達に冗談半分で言ったりとか、うん、放送で冗談半分で言ったとして、その部分を前後として、うん、いやゼロは仲いいんだよ、本当は好きでたまんない、でも本当は死んでほしいよねって言ったらこれ冗談に聞こえるわけじゃん、うん、でもその部分の前後の部分消されてゼロは死んでほしいんだよねっていう部分ピックアップされてそれ出されたら、うん、え俺死んでほしいってディスられてんのって思うのが普通じゃない、うん、まあ、そのそれって嘘にならない、まあ、それはそうだね。まあ今の説明で分かったわ、うん、だから俺は嘘だっていう部分で言ってるわけ。まあ嘘じゃないけどね、うん、まあいいけどもそれはどっちでもいいんですけど、うん、まあ、とりあえずもうゼロワンさんと絡んでても、うん、もうなんか汚い部分が見えちゃったから、まあじゃあもう俺も、いいかなって。俺も話さないし、じゃあ俺に便乗するのもやめてくれる。じゃあ便乗っていうか、まあ、うん、自分が起きた出来事は普通に取り上げるけど基本的にはずっとゼロワンさんの話してない。あ、そう？今日のタイトル何？いや、タイトルは今日やっちゃったけど、でもその後に石川伸之さんの話題になった。絶縁したのに関わらずやっちゃってるよね。なんか俺の話しないと気が済まないの。いや、それはさ、ゼロワンさんの枠で言ってたからだよ、俺の話を。え？いたちごっこだよ、それは。自分も話題で枠で言ってたんだから、あ、うん、やってんだったら俺もやろうと思ってやっただけで。俺今日パルパルの話題でやってる？俺が先に言ってるんだったら分かるけど。今日パルパルの話題でやってる？いや、俺の話題っていうか、俺のコメントを拾って俺の話してたでしょ？うん。それは一緒じゃん。話題してるわけだから。タイトルにまでしなくてよくない？なんか、普通にまったりやってな、なんか。じゃあそれだったら最初から俺の話題をするような流れの放送を取る。いや、普通にコメント拾って別に喋る分にはよくない？根本的に初めに便乗というか俺のことを暴露するに合わせて放送やったのはゼロワンさんじゃないですか？違くない？今日全て失ったって、まず家の話、そして眉の話してたんだよ。そこになんかリスナーに八つ当たりみたいな被せるって、うん、それって結局俺の話したかったんでしょ？なんで急に配信やめたの？しかも、え、クルちゃんのなんか暴露枠見たかったから見に行っただけ。あ、そうなんだ、うん、そうだけど気になっちゃう、やっぱ、まあ、どんな暴露してるんだろうなっていう話で。あ、そうなの、うん、うん、まあそういうことだからとりあえず絶縁です、もうちょっと、うん、じゃあもうヨーブンとの誕生日の日はもしかすると会うかもしれないけど、うんうん、俺はまあ大人対応して会話するかもしれないけど、うん、いや、これはしなくていいよ。昔みたいにゼロワンさんのことを、まあ、兄貴とは思えない存在になってしまう、うん、あ、そうってことだけでも伝えとく、うん、あと自分が嘘を言ってる状況で批評するのやめな。なんか例えば、うん、そのギャンブルの話に関して自分に分が悪いし、うん、バカじゃないのって言ってる部分あるじゃん。それはまあ言うべきじゃないけど、パルパルは自分に分が悪い部分に関して嘘をついて隠すところあるから、いや俺は人のこと言えないよって話。それは配信的には言うべきじゃないけど、配信的には言うべきじゃないよ。例えばそのギャンブルの話もそうだし、税金の話もそうだし、クマちゃんの話もそうなんだよ。でクマとなんか復縁したってなんか言ってるけど復縁してないんだけど。いや、まあまあ俺は知ってるから、まあいいよそこは。知ってるで、証拠はどこにあるんで。うん、それは本人に聞いてるから。本人から聞いててクマと会ったってこと？直接に。いや、まあそれ以外のこともね、まあまあいいよ。
いや、その証拠もない状態で。証拠はないよ。だって聞、本人に聞いてる証拠、本人が否定したら証拠なんてないけど。じゃあ、それ言ったところで意味なくない？うん。意味ないけど、自分に悪い部分に関して嘘つくところがあるから、言われたくないっていうのが本当のところ。まあ、どっちでもいいけど、うん、俺は基本的にもうゼランさんとはもう関わることない。で、その100万と1000万の下りも、正々堂々とって言うんだったら、まだ言うの？正々堂々とって言うんだったら、それブーメランであって、お前も自分に分が悪い部分は嘘ついてることが多々あるから、正々堂々とやりな。っていうのは思うかな。うん、はい。はい。じゃあ、とりあえず絶縁なんで。絶縁ね。はい、ということです。うん、まあ、正々堂々っていうのは正々堂々やってほしいね。うん。これ、勝ち負けでもないけど。自分に分が悪いことって隠したり嘘つくところがあるし、その本人に聞いた話は、俺がいくら言おうと、まあ、ね、信憑性ないからね、ソースがないから。うん。お金がなくなって、まあ、熊とは、みたいな話はね、俺がいくら言ったって無理じゃん。うん。信じないんだから。はっきり言って。それ勝ち負けっつったって、それリスナーの数で負けてるんだから、なん俺がまともなこと言ってたとしても負けるに決まってんだろ、そんなの、うん、そりゃ、うん、リスナーの数で負けてるんだから、うん、いや勝ち負けじゃないよ、負けてるとも思ってないけどね、うん、俺の方がちょっとアンチが多いぐらい、うん、でもナイスも今少ないからね、